で、このね、生命線、頭脳線、感情線って見るんだけど、このこうくっついてる、このね、感情線が二股に大きく分かれてるのね。もともと持って生まれている運勢を見ると、うん、こっちは普通にスッて一本入ってるんだけど、でこういう人ってすごいタフなんですよ、うん、何をやらせてもね、あの例えばどんな大変なことがあっても大変って思わずにこう乗り越えていける人なの、うん、